専門家じゃない人を専門家と称するのは、これはデマではないのか、動画をご覧いただきましてありがとうございます。新長毛でございます。えー、っとですね。最近、あの新型肺炎のですね。ニュースというのがですね。やはりあの非常にトップのニュースになっていると思うんですけども、日本国内でもですね。徐々に死者の数が増えてきていると、本日の数字でいうと28人かな。日本はああ、ダイヤモンドプリンセス号を入れないで28人という形になっているんで、日本側もですね。徐々に死者が増えているんですが。 えー、そういう中において、私たちはですね、えー、いろんな情報に踊らされて、えー、その右往左往しているという、まあ、実情があるんだろうなというふうに思うわけです。えー、日本はヨーロッパほどですね、パニックになっているような気はしないんですけども、やはりこう不安な状態で、まあ、特に学校なんて休校になって、ですね、えーまあ、会社なんかでもです、ねえー、ずいぶんこう接触をしないようにしているということで、えー、先行き不安というのがですね、高まっていると思うんですね。 こういう,ような中において、我々はですね、やはり正しい情報をですつ、ね、か、えー、まないといけないのかなというふうに思うんですが、えー、実は、ですね、えー、そのテレビに出ている専門家と称する中において、ですね、えー、非常にもういい加減なことを言うなあという方が何人かいらっしゃるわけなんですね。で、その中の一人にです、ね、神正弘さんという方がいらっしゃるわけです。 えー、この神さんという方は、ですねお医者さんでいらっしゃるんですけども、まあいろいろこういうようなですね、えー、テレビに出られて、ですね、えー、もっとです、ね、日本は韓国のようにです、ね、PCR 検査たくさんやれなんてことを言ってるわけなんですね。この度ですねたまたまなんですけども、神さんがですね、えー、そのなんで日本がこんなにうまくいかないのかっていうようなことについて、3年前にちゃったかな、ねまあ、お書きになられていてで、それをですねちょっと拝見したんですけど、そこにあるのは、基本的には陰謀論なんですね。 ま、陰謀論というのは、今現在ですね、日本で行われている、まあ、この感染症対策、まあ、政府がやっているですね、対策の中において、で、これらはですね、昔の旧日本軍とですね、関連のある施設なんだ。で、そういうようなですね、えー、ま、ルーツがあるからですね、うまくいかないんだ、みたいなですね、えー、ことを言われてるんですね。で、私ですね、これを見てですね、ちょっと、この方、大丈夫かと思ったんですね。 で、今現在の日本の対応っていうのはですね、もちろん至らんところはたくさんあるんでしょうけれども、国際的に見るとですね、それなりにですね、まあ、評価できるような数字を出しているわけです。で、事実ですね、えー、安倍政権の支持率っていうのはですね、この感染症対策に関して言うと、まあ、よくやってるっていう数字とですね、あんまりよくやってないっていう数字がですね、まあ、本日の朝日新聞なんかで言うと、まあ、半々ぐらいなんですね。 でこれだけ、まあ、ある種不自由な生活をしている中において、えーまあ、半々ぐらいということは、ですね国民はそれなりに評価してると思うんですよ、まああのー、イタリアだとかスペインだとかっていうのは、ですねもう本当に壊滅的な状態になっているんで、そういうのから見ると、ですね、まあ、非常によくやってるなというふうに思うんですよね。で、で今回です、ね、でその神さんの発言を拝見して、ですねでそれでちょっといくつか調べてみたんですけども、まあ、ネットでねで、その時に私、驚愕したんですけども、実は神さんというのは、 あの感染症の専門家じゃなかったんですよね、<laughs> このなんて言うんですか、あのつい先日、あの私はあのちゃんと見なかったんですけども、神さんがですね野党に呼ばれて、ですね、えー、国会でですね専門家と称して、まあ、その証言してたわけですね、当然、この新型肺炎の話で呼ばれている中で、えーと、確かですねこれ、感染症の専門家として呼ばれたと思ったんですけども、実はこの方はですね感染症の専門家じゃなかったんですよ。 遅らせながら、ですね、YouTube でですね、その部分を拝見したら、ですね、本人もですね、内科医ですって言って、んですね、感染症の専門家じゃないんですよ、そんなやつ呼ぶなよって思うんですね、で、感染症の専門家じゃないにもかかわらず、この感染症のことについてですね、いろいろこうお話をしていると、で、この人の肩書きでいうと、ですね、あの心筋感染症っていうのが専門だっていううに書いたんですね、ただこの心筋というのはウイルスじゃないんですよ。 心筋と細菌とですね、あとウイルスっていうのは違ってですね、心筋というのはまあ要は水虫とかですね、ああいうようなものを心筋っていうんですね。で、ウイルスっていうのはまあそれの千分の一ぐらいの大きさのものですから、まあ要は大きさが違えばですね、対策も全然違ってくるわけですよ。で、そんな人を呼んできてですね、まあ専門家と称してまあこう、浮上させると一体どういうことなのと。しかもそんな人がですね、PCR 検査を云々といってですね、もっとたくさん増やせたらなんだと言ってるわけでしょ ちなみにですね、あのー、これもちょっと動画で取り上げたんですけども、ダイヤモンド・プリンセス号の話が出たときにですね、まあ、その中に乗り込んで政府批判をしたですね、岩田さんという教授の方、岩田健太郎さんというですね、神戸大学の教授の方がいらっしゃいますけども、この方はですね、えー、その本当にこう、感染症の専門家なんですね。ただ、この方はですね、ダイヤモンド・プリンセス号については非常に批判してるんですけど、それ以外の日本政府の対策についてはですね、おおむねうまくやってると言って評価してるんですよ。 そして、この神医のおっしゃってるですね、えー、ことに対してはですね、それはちょっと感染症の専門家からするとおかしいねっていうことで批判してるんですね。で、なんでこんな人がですね、でもテレビに出て話をしてるんだろうと。で、これはですね、二つも大きな問題があってですね、まずこの神医という方がですね、ちょっと信用ならない人だっていうことなんですよね。どういうことかっていうと、この人は自分で言ってるように内科医なんで、その専門家じゃないんですよ、今回のことで。 じゃあその専門家じゃない人がですね、テレビにしゃしゃ撮ってって、専門家みたいな顔をしてですね、話をすると、PCR 検査をもっとやれとかっていうと、我々がミスリードされるわけですよ、ね、いわゆるその、心筋の感染症の専門家がですね、ウイルスの感染のことについて、いちいち口調するべきではないわけですよね、だって専門知識持ってないんだから。 ね、大体がしてですよ、その自分が専門家じゃないんだったらですよ、いやいや、私は専門家じゃないんで、こ,こちらの先生の方がいいんじゃないんですかっていうのが当たり前だと思うのに、なんか知んないけど、テレビに映るのが嬉しいのか、売名行為なのか、宣伝なのか知りませんけれども、そういうところに出てきてですね、これはおかしいおかしいなんてことを言っているなんていうのはですね、我々見てる人間かと分かんないわけですよ、絶対専門家だと思いますからね。で、もう一つあるのは、やっぱりですね、これはあのマスコミの問題化が大きいんだろうなと思うんですね。 つまりマスコミはこういうですね、専門家じゃない人を専門家として呼ぶのっていうのは許されないと思うんですよ。嘘になるわけですからね。で、まあ、察するに、察するに、なんでこの人を呼ばれてるのかっていうとですね、あのー、察するんですよ。やっぱりこの人っていうのは政府批判してくれるからなんでしょうね。政府のやってることはダメだダメだって言ってくれる人だから、そういう人だからこそ呼ばれるんでしょうねだからまあサンデーモーニングだとか、モーニングショーだとか、そんなところで呼ばれるんでしょうねと。 結局、そこにあるのはですね、いわゆるその、報道じゃない先導なんでしょうね、えー。つまり、政府批判がしたい。そのためには専門家の発言を知りたい。その専門家の中で政府批判をしてくれる人。まあ、してくれる人してくれない人がいるんでしょうけども、してくれる人っていうのがいて、そのしてくれる人を呼ぶんでしょうと。えー、で,でもその人が感染症の専門家であろうとなかろうと全然関係ない。ね、でたらめであっても構わない、ね。専門家の肩書きのもとに政府批判ができればそれでいいんだろうと。 まあ、なんていうんですかね、日常的に今平和な時代であればそれでもいいのかもしれないんですけど、このように、ですね、いわゆるある種のパニックになっているときにです、ねそ、そのような人を専門家と称して、ですね、テレビに出すのはどうなのかと思うわけなんですよ。私は以前に、ですねその、彼らは報道の自由がある、マスコミには報道の自由がある、でもその自由には責任が伴う、その責任というのは、デマを排除する責任なんだと、デマを吹聴されているなら、それを排除する責任がマスコミにあるんだよということを言いました。 でそういう面から言うと、ですね、今現在、ですね、この神医師のような人をですね、テレビに出して、ですね、PCR 検査をたくさんやれだなんていうですね、えー、情報を流しているというのは、ですね、これはもうデマを吹しているとしか言いようがないわけですね。デマを排除する責任どころか、です、ね、デマを積極的に拡散しているわけですよ。これはもうとんでもないことなんですね。 なんか知らないけど、な政府批判であるとか、権力批判であるとか、反権力であるというとですね、デタラメを言っても許されるような、あなんか風潮があるんですけど、そんなことは本当にとんでもない話です。この神さんという方は、ウイルスの感染症の専門家では全くありません。本人もそんなところに出てきて話をするべきではない。私よりももっともっとね、適切な人がいらっしゃるから、その方の話を聞いた方がいいですっていうように進めるべきなんです。そして、当然のことながらマスコミもこんな人を出すべきではないんです。 我々はこういうような時に正しい情報をしなければいけない、私たちはパニックにならないためにも、正しい情報を知って、ですね正しい対策を取らなきゃいけない、こういうようなウイルスの問題に関して言うんだったら、一人一人の対策が重要なんです、それをです、ね、デタラメを封じょするようなやからを出しているというのは、どういうことなんだろうかと、とマスコミのやるべきこと、それは権力機関とか権力に反対するとかではない、正しい情報を国民に提供することなんです、マスコミが見なきゃいけないのは国民です。 そういうことをですね、ぜひマスコミの人たちはですね、肝に銘じていただきたいなと、そしてちゃんとした情報を提供していただきたいなと、それがあなた方の責任なんだということを強く自覚していただきたいなというふうに思います。え動画を聞いていただきましてありがとうございます。えまたですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアットをつけてあります。登録していただいたありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。